はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。海里さんちへようこそ、えー。山梨の同志の件、女の子がね、行方不明になってしまったというような事件がありました。で、まあね、いろんな方が推測というか、考察をしている中で、大体の人がね、 ほぼほぼ同じようなことを言ってましたね。うん、で元警視庁かなんかの警察の,その北芝さんという方が結構有名じゃないですかテレビとか出て出て,てその方もまあ推察というか考察をやっていてほぼほぼあの同じことを あの他の方とね、同じことを言ってたんですけど、えっとね、一応、大規模な捜索の打ち切りを発表したそうです。行方不明になってね、もう16日目になった日に。で、一応ね、今まで、 1172、えーまあ、件の情報が寄せられてはいるもののその有力な情報がないためにまっ、あ、たはここで手を引こうということだそうです、うん、消防署とか、まあ、警察猟友会 まあ自衛隊の人と連携を図りながら1700人の体制でキャンプ場およびキャンプ場の周辺一帯を繰り返して捜索した結果まあ見つからないよねっていうことでうんまあその少女の 家族または関係者の皆様の心情を思いますとまあ見つからなかったことに対して心を痛めているということだそうですでまあ大体ね皆さん 誘拐されたのではっていうことが、まあ多く言われています。うん、で、先ほど言ったね、あのー、元警視庁の、えー、北芝さんという方が言ってたのは、えっとね、ちょっと待って。3つ、三つ言ってました。3つ言ってて、一つが、誘拐。これはまあ、 あのいろんな方が考察する、ね、チャンネルとかあると思うんですけどやはりこの誘拐っていうのが一番多いです誘拐というかまあさらわれてしまったと、うん、まあこれ、うん、であとね神隠し神隠し まあ、ね比較、あの、非科学的なことなんですけど、まあ、うん、どっかに隠れてしまったっていう感じですがね。うん。で、あともう最後に、これですね。えー、熊とか鹿に襲われてしまって、 まあこの世から去ってしまったという推測もある。これはね私もそう思ったんですけど前の動画にもあの言ったかな。でこれねこの誘拐っていうのはなんだろう やはりキャンプ場の中って、まあ、ある意味安全だよねって思うけども、まあ、いろんな人がいるので県外県内、県内の人から県外から来てる人もいるのでうんあのいろんな人がいますよね。なので あの大勢で来る人もいれば最近ねソロで一人で、まあ、キャンプをする人が多くて一、まあ、人で来てもまああんまり気にしないというか気にならないというか、うん、ああ人でキャンプしてるのねっていうようなまあ多分周りがいて。 思っていることでしょうなのでうん連れ去りっていう点もあるけどね車で連れ去るうんあとね小学校低学年の子にしか性的欲求がないという人も 犯行っていうこともあり得ると。あとさっきも言ったあのソロで、えー、来た人の中でちょっとね変態的な、えー、思考の方もい,いてうん。でまあ私はね一人で。 キャンプ場でやってるんですって言えばまあ流行りだったりするのであの怪しくはないっすよねソロキャンでもなのでまあ一人でえ車に乗っていったとしてもソロでやってるんでっていう感じで手続きとかいろいろと周りにね言えばああそうですか流行ってるんですよねって ままあまあ怪しまれないほとんど。でまあその誘拐というかさらってまた戻って自分のその場所に行ってまあちょっと脅すじゃないけどもこっから出たら返さないみたいな脅しをして。 うん、そのまま連れ去ってしまった。まあ一泊なりあの、デイキャンプみたいな感じで、ね、朝来て、お昼ぐらいに帰るっていうのってあるじゃないですか。うん、で、そうやってほかのところに連れてしまった。誘拐してしまった。 っていうことです、ねはい、あと神隠しもねあのまあどこまで信じていいのかわかんないけどねうんあんまり自分からね小学校1年生2年生ぐらいって 自分から家出することはあんまりないっすよね。まあ本当に親からどうしようもなくひどい扱いをしてしま、されていてそれに耐えきれなくてまあ、こととばかりに助けを求めていったっていうのもまあ 分からなくもないけどうーんっていう感じだよね。で3番目のこれねその動物に、えー、襲われたんじゃないかっていうのでまあ今の時期冬眠前なのでいろいろとねあの動物側としては いろんな養分とか、まあ、脂肪も含めて蓄えなきゃいけないと。でその時にたまたまその自分のテリトリーの中に入ってきたこの少女を襲ったと。うん、でまあ熊とかが襲ってじゃあ残りのところはど何なんだ どうしたのっていうことになると、まあ、若干肉強食じゃないけど、その他のところは、他の動物とかが持ち去ったり、まあ、猿なんかもいるだろうから、その、まあ、猿が肉食かっていうと分かんないけども、まあ、いろいろと、まあ、持っていったと。 じゃあ骨はっていうことになると。まあ、私の意見ですよ。私の、まあ、推測するには。うん。枯葉とか落ち葉とか。あと、枝だよね。あの。自然に落ちた枝なんかに隠れてしまって。その。骨。 っかかんなかったその周りから見てねその探してる方たちを責めるわけではないけどもあのまあやっぱりどうしても遠くから見ていると木なのかえ骨なのかっていうのはいまいち分かんなかったりする時って合うんじゃないかなとは思うんだよね。私かだけけかもしれないけど うん、なので分かりにくかったしじゃあ服はどうしたんだっていうことになるよね服とか、まあ、下着とかそういう布ですよね布はどうなったんだろうね、まあ、他の動物が、まあ、あっちこっちに 捨てていったっていうかそういう感じなのかなとは思っていますでも一番そのなんだろう要因っていうのがこの誘拐かなうんそうだねその 本当に子供が欲しい人のところに誘拐されていったのか、まあ、人身売買じゃないけどそういうのになってしまったのかうんあと本当にまあおなってほしくはないけど海外の方に行ってしまったのか まあどうななのかかわんないね多分この誘拐っていうのがまあ確率的に多いんじゃないかなとは思っています。うん。あそうなんかねこれの件に関してでまあいろんな人はねあのあじゃないかこうじゃないかっていうことを言ってたんですけど <laughs> まあたまたま。 見たた動画で俺は別れましたと犯人はこの中にいますみたいな感じでまあ知人たっぷりに言い切ってた人がいてうん俺はもう解,あの解決しましたっていうような感じでさ言ってた人がいてまあこの情報をまあ警察の方に もうできますそれじゃあっていう感じで多分 2, 2分3分ぐらいの動画だったんですけど <laughs> なんかね怪しいなと思ってこのその動画をアップした人がねあのあえて名前は出しませんけどもうーんって感じかな なんか柴田みたいな感じで「俺は分かった」と「犯人はこの中にいる」とか「こういう感じの人だ」って言い切っちゃっててそんなに言い切っちゃってていいのかなっていうのがまあまあありますうんまあね そのまあ怪しいところはあるけどね、うん、まあ親もなんでその公表するのは遅くなったのかとかねまあいくらその警察に止められていたとはしてももうちょっと早く顔写真なり何な,なりを 出してもかかったんじゃないかとあの本当に娘を、えー、探したいと思うならもうちょっと早く捨ててもいいんじゃないかなと思ったし、うん、で何の集まりだったのかっていうのはまあいまいち分かってないんだよね。 まあ前の動画でサークルの、えー、やつ <laughs> や,やつサークルであのー、まあ何家族かで来てるんだっていう話をしてたんだけどまあなんかほぼほぼそのあったのが初対面。 だっていう話もあるしまあもちろんねそのネットの中ではあの主対面ではなく何回も会ってはいるけどもあのリアルタイムにあリアルタイムだって違うわリアルにこう顔を合わせるっていうことが今回初めて。 なんじゃないかなとは思ったんだけどどうなんだろうねどういう集まりなのかっていうのはまあいまいち分かってないしなんかよかなるグループなのかなっていうのがちょっとうーんって感じですね皆さんどうでしょうか 今回のことについてね、いろいろと考察していると思いますが、皆さんのご,、ね、ご意見お聞かせ願いたいと思います。それでは皆さん、さようなら。